皆さんどうも、コミヒイケです。さあ今日はですね、ちょっとたまにね食べたくなる商品をちょっと買ってきてみましたのでご紹介いたします。それがこちら、パン、はい、焼きそば弁当でございます。はい、これね、北海道でよく売っている焼きそば弁当なんですけれども、どうなんだろう、本州でも売ってるのかな、ちょっとコミヒイケわかんないんですけど、早速ねちょっと作っていこうかなと思いますよ。はい、ということで焼きそば弁当なんですけれども、お湯沸かしてきました。で、スープ入れるコーヒーカップ、こちらも用意しました。さあ早速開けていきます。この焼きそば弁当結構油多いので、半分ぐらい食べてやめます。はい、さあということで、熱湯をね、3分ということで熱湯をこちら入れていきます。この A の部分剥がしていきます。ここまでですね。はい、ここまで剥がして、こちらがまずね、その前にあれだね、スープと、これは青のりですね。先にこれ火薬入れちゃいますか。火薬を入れます。だっと入れちゃうよ。入れます。はい、これをお湯入れていきます。大体この辺、これぐらいでいいと思いますので、これを入れたら閉じて3分待ちたいと思います。はい、ということで大体もう3分ほど経ちましたので、今度はこちらの入ってるお湯をこちらに入れていきます。その前に、スープ、ここに入れちゃいますか。はい、中華スープを入れていきます。はい、入れました。多分ちょっと量、結構お湯入れてるので溢れるほどになっちゃうかもしれないんで、大体まあ半分よりちょっと上か半分ぐらいかに入れていきたいと思います。自分ちょっと半分ちょっと上に入れます。では入れていきます。ピロッ、大体こんなもんかな。はい、お湯が残ってるのでこれはちょっと投げていきます。ダン。はい、ということでお湯投げてきましたので開けていきます。こんにちは。うわー、こんな感じ、こんな感じ。よし、おーし、こんな感じです。じゃあ、うわあ、オーケーオーケー、いいと思う、いいと思います。よし、で、あとは箸で混ぜていきます。よーし、うわ、めっちゃ久々やん。うわ、めっちゃ美味しそう。はい、だいたい混ぜ終わりましたので、最後は青のりふりかけを入れていきます。ダン、完成しました。焼きそば弁当、じゃあ早速久々に食べていきたいと思います。早速いただきます。数年ぶりに食べます。うわー、久々の焼きそば弁当。わー、いただき。あ、久々にうまいんだよね。めっちゃうまい。めちゃめちゃ美味しいじゃん。続いてね、コミヒイケ、これが飲みたかった。スープいただきます。これだよな、やっぱこれだ。美味しい。しかも麺をね、これ3分熱湯でふやかして、でその戻し湯をこれに入れると、なのでその麺の出汁と、あとこれのスープの素がうまくマッチしててね、格別に美味しいんだよねこれね。いや、ぜひね、みんなでこの焼きそば弁当売ってる地域だったらぜひ買って一回ね、スープも焼きそば弁当食べてみてほしい。
本当にね、うまいから、はい、もうね、おすすめです。はい、ダメだ、美味しい。一日の支出分超えてしまったら困るので、ここでやめたいと思います。ごちそうさまでした。はい、ということで、今日は、北海道限定で売ってます焼きそば弁当のご紹介でした。ということで、今日の動画はここまでさせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。では、また次の動画でお会いしましょう。コーミファンユキでした。バイバーイ。うまい。虹がかかる。